こんにちは、ゴーストリートです。僕たちはストリートダンサー目線から坂道グループの魅力や素晴らしさを伝えていくチャンネルです。今回は欅坂46の、セカンドシングル、世界には愛しかないのをカップリングの、語るなら未来をについての振り付けや構成についてお話しさせていただきます。はい、ちょっと欅坂についに触れるのかという感じなんですけど、ちょっと先日デッドエンドの MV の解説をした時にちょっと片睨に似てる要素があるよって話をしたので、はい、ちょっとせっかくなら触れていこうかなということでやっていきます。はい、まずは MV を一通り見てからその後に細かく見ていこうと思います。はい、では早速ですが語るなら未来の MV を見ていきましょう。じゃあ再生します。はい、はい、冒頭平手ゆりから始まります。はい、久々に見ました。そうですね、割れたガラスが散りばめられてましたね。はい、で今回のこの片睨の監督は新宮良平監督ですね。はい、で、ま、欅時代の作品ほぼほぼと言っていいほどですね、この方が作られてますね。で最近の作品だと日向坂のテカとかも担当してて、まあ、それこそコメントで TAKAHIRO先生と新宮監督の黄金ペアってことも触れてほしかったみたいなことも書いてもらったりしてて、だから今回から割と監督と振り付けと触れていこうかなみたいな感じですね。はい、いやいいですね、若いですねみんな。はいはい、結構やっぱりここのサイドステップがあったりとかはい、はい、まあ、冒頭もちょっと触れられなかったんですけどトップロックしてたりとか、結構思いっきりブレーキンの良さですよね。結構そうですね、この MV はもうどっちかっていうとストーリー性っていうよりはもう本当にダンスで見せるナンバーって感じで、はい、本当当時の欅坂らしさがもう全開の曲ですよね。でもいつですか、2016年とかですか。はいはい、5年前とかですよね。そりゃ若いですよね。いやいいですね。これ場所がテレコムセンターとかですよね、はい、撮影地が。あら、この時の多分シングルはだいぶゆかりがありますよね。2人セゾンの時のパットも多分テレコムセンター映してますよね。あ、じゃあ結構欅坂が使いがちなロケ地って感じですかね。はい、やっぱこの時代だとさすがに今の例えば流れ弾とかよりも圧倒的に個人のカットが多くて、はいはい、そうです、ね、まだなんていうんだ、いい意味でもうなんていうんですかね、アイドルっぽさが強いというか、はいはい、踊れるアイドルっていう感じがまだあるですよね。比重がそうですね、うん、まだこう個人カットが多かったりとか、ね、うん、今ほどパフォーマンスに多分全振りしてるって感じでもまだない、ね、うん、ちょっとどっちに行こうかなみたいな多分ラインですよね、ちょっと、はい、いや平手友梨奈が本当に若くて可愛いですね。本当にテチと呼ばれてた時代ですね、はいはい、これはキャノンの時ですね。やっぱこの辺のなんか基礎的な動きとかがどんどん今につながってるんだなっていう振り付け多くないですか。はいはい、はい、本当にダンスの基礎ステップみたいなのが多くてめちゃくちゃ多いんですよね。まあブレイキンのステップだったり、まあここもさっきのちょっと前のところもニュージャックスイングの振りだったりとか、結構そういうストリートダンスやってる人が見てもえ、なんでアイドルやってんのっていう感じの構成だったりするんですよね。はい、はい、ここかっこいいですよね。ここでもなんかどんどん欅が年月を追えば追うほどここのなんか締め付けが強くなって最終的に平手友梨奈が首だけ出てるみたいな状態になってましたね。はいはい、最後の武道館じゃなくて東京ドームの時だったんですね。いや本当にダンスで見せるっていう感じでいいですよね、うん、とっても見やすいですよね、MV として、はいはいはい、シンプルですね、うん、こう場所も特にもう多分このテレコムセンターのこの場所メインでほぼほぼ展開されてくるんで、うん、そうですね、なんか結構移り変わる MV も面白いんですけど、うん、こうやって一つの場所で統一感を持ってやってるのもダンスを見せるっていう部分でフォーカスするんであれば一番いい作りですよね、うん、はい、いやいいですね。なんか意味あるんですかね、この肘を押さえる。いや、いいですね、いいですね、素晴らしい、ちょっとニヤッとするんですよ。素晴らしい。
はい、じゃあここからは僕たちが気になった部分をポイントごとに紹介していきます、はい、1つ目は11秒から28秒あたりですかね、はい、ここのポイントは5人で始まるトップロックっていうふうにしたんですけど、はい、まあ、以前の動画でもトップロックについて紹介したんですけど、はい、まあ、ブレイキンだったりとかそういうストリートダンスでよく使われるステップの一つ、うん、で、まあ、足を前に出すような動きなんですけど、はい、まあ、そこでその5人で始まるんですけど、はい、結構やっぱりブレイキンってカルチャー的に喧嘩だったりとか戦いから始まったとかがあるので、はい、まあ、そういう意味でも結構強いステップが多いんですよね、うん、なので攻撃性を感じたりとか、そのなんかちょっと激しく感じるのはそういうのがあって、まあ、結局この「語るなら未来を」の歌詞だったりとか含めてなんかその強いメッセージ性のある曲だよっていうのをこの冒頭にトップロックすることでちょっと表現してるのかなって勝手に思ってます、はい。まあ、でもないですよね、いきなり冒頭からトップロックで始まるっていうのも僕たちのショーケースぐらいですよ、やってるのは。いはい、冒頭でトップロックするやっぱりトップロックって、まあ、動きが簡単というかすごい、まあ、単純な動きなんで、まあ、逆にだからこそ見せるのがすごくかっこよく見せるのが難しいんですけど、で、まあ、これすごいあのダンサー目線で見るとアップっていうこの音の取り方もアップで撮るのとこうダウンで撮るっていうのがあるんですけど、結構現役のそのブレイクダンスやってるダンサーってダウンでこうトップロックを撮る方が多いんですよね、うん、はいはいはい、そっちの方がまあかっこよく見えるというか渋く見えるよりストリート感が高く見えるんで、ここではアップで撮ってるんですよね。そうですね、全体を通してそういう感じですよね、うん、これはなんか指示なのか何なのか、まあ中広先生がそうやって、はい、まあ言ったのかわからないんですけど、でもやっぱり選ばれてる5人が、うん、まあ、当時からずっと今でも言われてるダンスメンと呼ばれるようなメンツなんで、うん、やっぱりそこで見せられる人を5人で選抜されたのかなっていうのがありますね、はいはい、個人的にはやっぱりモンちゃんとかの手のトップロックのこの手の角度が、はい、結構トップロックこういきなりやってくださいって、まあ、下でこう広げる傾向があるんですけど、はいはいはい、ちゃんと上までこうやってあげてるんで、より攻撃的にというかセンスありますね、かなりかっこいいシルエットですね。こうブレイクダンスやってる人たちから見ても結構いいシルエットだなみたいな思うようなトップロックやってるんですよね。そうですね。まあ初めのこの振りのところも結構これブレイクダンスの結構トップロックとかの合間で入れるときにこの手の軌道って結構使うんで、結構トップロック前提にしたこのスタートなんじゃないかとかって思っちゃうんですよね。そうですね。はい、じゃあ続いてなんですけど、続いてはもうさっきのすぐ後ですね、もう30秒から1分11秒あたりですね、はい、ここはポイントは玉座に座る平手里奈っていうふうにしたんですけど、はい、ちょっとこの平手里奈が座ってる感じ、なんていうんですかね、この欅を収めるものみたいな雰囲気がすごいなんかこの後々の欅にもつながってくるような、そういう象徴的なシーンだなと思って、そういうタイプにしました。ここも、まあ、リサとペイちゃんのところに、まあ、こう膝立ちになってるところに、はいはい、ヒラティリナが座ってるっていうような形ですね、はい、で周りがこう段々になってで立体感が出てるっていう振りなんですけど、うん、そこもこういう開く振りっていうのが、まあ、左右対称で開いていくところにカノンっぽくなってますね、ここ。そうですね、うん、ここもワンエイト使ってるんですよ、こういう動きに、うん、より何ですかね、肯定感というか、わかります、わかります、なんかそのなんか圧倒的な何ですかね、王様が仰がれてるみたいな、はいはい、感じも力強く見えますよね、はい、シンプルなんですけどね、動き自体はシンプルなんですけど、はい、そういう風に、まあ、見えるっていうところ、すごいセンターが映える仕組みになってますね、はいはい。でこのあとですね、まあ、ここの展開があって、まあ、解除してこう後ろから何人かメンバー出てきて、はい、まあ、あのテチがこう出てくる、はい、で、まあ、6人ぐらいですね、多分6人ぐらい並んでのところが、まずここがサイドステップをやってるんですよね、うん、サイドステップっていうのが前のデッドエンドの時にも話したんですけど、はい、まあ、そこでやってるサイドステップとはまた違うんですよね。そうですね、デッドエンドの時はちょっと首を切る、はい、首を切る動きだったんですけどこっちのサイドステップはがっつり顔が正面向いててこう動きだけがサイドステップをやってるっていう、ただまあシンプルなんですけど、なんかこのちゃんとなんですかね、人数がこの V 字のフォーメーションでサイドステップをやってるっていう映像がなかなか面白いですよね。そうですね、単純にこの後の全体のトップロックもすごいなんか、はい、ステップを知ってる身からするとめちゃくちゃ面白いですよね、はい、もちろんかっこよさもあるんですけど、なんかすごいなんか面白いなって、はい、思いますよね。この後のそうなんですよね、サビが始まっての冒頭が、うん、まあ、最初の本当にこの曲の始まりのトップロックをそのまま全員でやるんですけど、はい、
まあ、全員でトップロックをやってるっていう光景がブレイクダンスすぎるっていう、ね、そうですね、レッスン会場みたいですね、はいはい、最初見た時衝撃的でしたよね、はいはいはい、なんかトップロックやってんだけどみたいな、うん、それしかもサビで使われてるんで、はい、でもやっぱりそこ、この簡単な動きなんですけど、そういうところでもやっぱりこの力強さと、あとやっぱりテチのこの表現力というか、そうですね、そこで何ですかね、より奥行きが出るなってすごい思いますね。あとやっぱこの曲はやっぱ歴史があるじゃないですか、うん、セカンドシングルなんで本当に桜坂になる手前までって考えると結構な期間やってたので、まあ、徐々にこの MV よりもやっぱりパフォーマンスの方がめちゃくちゃかっこいいんですよ、はいはい、なのでちょっと欅時代のなんかそれこそ最後のブルーレイとか見れる方はちょっとそこにも注目して見てほしいなって思いますね、はいはい、このトップロックとサイドステップあたりの、まあ、年季の入り方ですよね、はい、はい、じゃあ最後なんですけど、最後は2分51秒から3分33秒あたり、はい、ほんと最後の枠ですね、うん、ここは、まあ、タイトルは未来へのラストスパートっていうふうにしたんですけど、はい、ここをまあ最初のこのグッと支えられるじゃないですか、はい、主人公が、まあ、そこが本当に歌詞とも連動していて、その、はい、壊れゆく脆い人間をみんなで支えているみたいな多分描写だと思うんですけど、はい、ここが本当にさっきの MV 見てる時も言ったんですけど、もう徐々に最近って言ったらあれですけど、本当に新しくなれば新しくなるほどなんかちょっとそこがなんか厳しめになってるっていう、はいはい、どんどん印象的ですよね。それで、まあ、東京ドームの多分公演の頃にはだいぶこの表現の見え方が多分、ね、変わってる感じは全然違くなって、それも面白いんですよね、うん、同じ楽曲なんですけど、パフォーマンスやるごとにその表現の何ですかね、深みみたいなのが進化してそうですねるっていうのがまた面白いなって思って、でなんか構成だけ見るとやっぱりそのこの前お話ししたデッドエンドの時のその、はいはい、行き止まり、はい、行き止まりダンスでしたところの構図にやっぱり似てて、はい、やっぱそういうのがやっぱりデッドエンドに繋がったのかなっていう作りになってますね、うん、でここもやっぱり、まあ、視線誘導みたいのがうまくすごい作られてて、まあ、テチにフォーカスがちゃんと当たるように他のメンバーはちゃんと顔をこう、うん、入れてるんで、まあ、自然とこう見た時にもテチの表情に、まあ、みんながこう注目するようになってるっていうのがまた本当平手友梨奈の表現力だけで見せるパートですね、うん、はい、でその後の展開として、ラスサビですね、ここももうずっと、その前のパートから同じトップロックから始まる構成にはなってるんですけど、まあ、映像自体はちょっとスローを入れたりとかして、うん、まあ、ちょっと展開変わるようには見えるんですけど、若干見え方違うようにはしてますね、はい、ただまあ基本的には一緒な作りにはなってますね、うん、ただまあここ本当にこの MV ですごいのが、この撮影しているテレコムセンターの場所も変わってなくて、振り付けも同じ構成で展開されてるっていう中で、やっぱりこのテッチの表現力と、まあ、メンバーのこの踊りでだけになんかこう振って見せてるっていうのがすごい攻めてるなって、多分当時の多分アイドル像からしたらだいぶなんか異質な感じですよね、本当ダンスと表現で見せるっていう MV なので、まあ今見ても本当にいい MV ですね、はいはいシンプルなんですけど、すごいやってることはなんか新しいというか、なんかせめて、多分当時で言ったら、なんかなんだこれはっていうような多分感じになるのかなって思いますよね。そうですね。あとはまあダンスのちょっとポイントで言うと、3分25秒あたりの、まあこうお辞儀していくところが、ちょっとカノンってあの、こう、順々に見せて、一体的に見せるっていう動きっていうのは、ちょっと合間に入ってたりはするんですけど、うん、でも全体としてやっぱり動きの入れ替えとかもすごくシンプルなので、本当今に比べたら構成移動がめちゃくちゃシンプルなので、見やすいですよね。はい、まあ、今のが見づらいっていうのは違うんですけど、まあ、今の方が動きが面白いんですけど、はい、まあ、過去の作品はやっぱりそういう構成なので、見やすい作りになってるなっていう印象ですね。この時はまあセカンドシングルですけど、うん、まあ、どん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 経て、やっぱりその蓄積があって今のこの複雑な表現、ね、うん、流れ玉とかの形ができるようになってると思うんで、そう考えると本当高弘先生の本当になんかレッスン生じゃないですけど、はい、もう本当基礎から学んできたんだなっていうのが見て取れますよね、いきなりそうですね、一発目で流れ玉みたいな振りは絶対にできないんで、そうですね、こういう、まあ、させてもめちゃくちゃ多分基礎がないんで、はいはい、よくない。それは多分そうですね、いまいちの状態になるのかなって思います。そうですね。本当これがあったおかげでいろいろ、もちろんこれだけじゃないですけど、はいはいはい、と思いますね。いかがだったでしょうか。今回は欅坂46の語るなら未来をについてお話しさせていただきました。はい。ぜひ今回僕たちが触れたポイントとかにも注目して、またちょっと過去の作品にはなってしまうんですけど、
カタルナ未来の MV 見ていただけたら面白いのかなと思います。はい、僕たちに動画にしてほしい楽曲だったりがあったら気軽にコメントをいただけたらと思います。はい、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは次の動画で会いましょう。